今日もこんにちは。なかなか自分の時間が取れない週でしたけど、先週やっと母親の転院が済んで入院させて、まあ一段落してなんか容態も落ち着いたんで、まあしばらく年末あたりまでは持つかもしれませんねみたいな感じになって、それはいいんですが、今週実家が水漏れしまして、それの対処やら水道局指定の業者さんに修理してもらったりして、それで時間取られたりしたんで、写真撮り行く日が1日半ぐらいしかなかったので、なかなか落ち着いて撮れなかったんですけども、まあそれでもちょっと気になったこととかあったので、なるべく写真をというかライカを使いたいなと思ってたので撮りました。でライカと一緒に GFX も使ったりしてたので、今回はこれとこれで GFX とライカの写真映像をご覧いただこうかと思っています。ライカを使っててちょっとあれと思ったのが、また故障しちゃったかなと思ったんですが、フィルムのコマ数が基本的にライカとか、まあニコンの S もそうなんですけど、エンジンファインダーのニコン S3 とかライカの今までの M2 と M5 を使ってきて、まあ、こういうことはなかったんですけども、フィルムのコア感が不安定になっちゃって、一箇所重なったりしてしまったので、これ故障かなと思ってまた修理かなんて考えたんですけども、その後端切れを残りをまた印刷したら割とまあまあ良かったので、でもそれでも綺麗ではないですね、統一感がないで、と考えて、まあ、50mm を使えば割とハサミ入れられる 2mm ほどになりますけど、 21mm だともう 1mm 程度なんです、ね、でちょっと不安定だったりしてるので、まあ、これ修理出すかまた修理かと思ったりしたんですけど、もう一本だけちょっと確かめようと思って、もう一本、前回は24枚取って残り5枚ぐらいしか取れなかったんですけど、今回はピンから切りまでちょっと37枚取ったんですけど、取ってみようと思って取ったら今回は綺麗でしたね。割とパーフォレーションの間と間にコマ感がきますよね、いろんなカメラ、どんなカメラも。で今回は綺麗に切ってたので、自分の入れ方が良くなかったのかなと思って、まあ、癖っていうか今までそれをやってて、コマ感が変になったことはないです。でも S3 とかでたまにこういうことがあったかななんて思ったりしたんですが、フィルム入れた後テンションをかけるためにちょっと巻き戻したりするんですね。でキュッと貼ったりしたのがもしかしたら良くなかったのかななんてちょっと思いましたけど、まあしばらくも保証が効く1年はまだまだ年末まであるんで、もっともっと撮ってみようかな、それでまた故障したら早めに保証が効く間に処理しようかななんて思いました。まあ日の見やぐらまたちょっと見つけちゃったんで追っかけてますけど、2機3機と撮りましたけど、まあとりあえず他のものも、天気良かったりしたんで、コントラストが出る狭い路地とかを狙って撮ったりしましたね。テーマはですね、もう最近の動画を見ていただいてる方は気づきと思いますが、もうかなり 21mm に絞ってもう撮ってます。まあ 21mm 好きなんで撮ってみてるんです。でニコンのビオゴンコピーの 2.1cm とか、この間その前はアンギロンですよね、撮ってきたので、まあ、今回はビオゴンコンタクスの G マウントのビオゴンですよね、これを M マウント化したやつは一回動画では出したと思うんですが、使ってみてるんです。ここに1ヶ月じゃないけど、ここ2本分集中的に使ってみます。でどんなマニュアルでやっぱり撮る喜びがかなりありますからね、撮ってるんですけど、やっぱり G レンズはマニュアルでやっぱり撮りたいですよね、いいレンズだから。今回も 21mm のほとんど、まあ、50mm も使いましたけど 75mm とか、やっぱりマニュアルで撮るのはいいですよね。やっぱりレンズがいい、 G マウント G2 とかの G マウントはレンズがいいですからね、マニュアルで使えたところですね。あと話はちょっと前後するんですけど、今 G2 はもう売却しました、お金に変えました。
あと28ミリのビオゴンももうつけて売却しました。最後使ってみてカラーで使ったんですが、まあ自分の28ミリは自分の画角ではないなっていう、やっぱ21ミリばっかり使ってると28ミリは自分の画角ではないなっていう感じがして、うん、まあいいレンズなんですよ。すごく優秀だし、ディストーションもかなり抑えられてて、 G マウントの中では一番ディス、あ、ホロゴンっていうのがありますけど、ホロゴンに次ぐディストーションの少なさ、優秀なレンズなんですが、まあ28ミリは他のマウント、 M マウントもそうだし、他のマウントも全部もうな持ってないし買う気もないんで、まあ使わないだろうっていうんで、21ミリありますから日本も、売却しました。 G2 って僕は生涯3機目だったんですね。あれが3台売っては買い売っては買いを繰り返して3台目だったんですが、それを売却してもこれからは買わないつもりです。というのも、45mm の G プラナー、あの G マウントの中でも、まあ、G マウントも結構全部優秀なんですが、やっぱり主玉の 45mm のプラナーがありますね。あれクリーニングに出して戻ってきて、まあ、使ったりしてるんですけど、やっぱええなと、やっぱりこれを M マウントにと思っていろいろリサーチをずっとしてたんですが、昔M マウントにやろうとして手に入らなくて諦めたんで、その時に G2 も売っ払ったんですが、やっぱりあの写りやっぱりいいなと思って、ただレンズはその時まで残してたんですね、あの今持ってるやつは。なんでまた G2 を買っちゃったわけですが、で今回また売っちゃったんですけども、あの G の 45mm プランナーをなんとか M にしたいなと思っていろいろ考えて、この同じメーカーのものがまた生産されないかなと待ってたんですけど、なかなかこれも生産されないみたいだし、中古で売ってるやつもレンズ付きで高くて手が出ないんで、バレルだけなんとか手がないのかなと思ってたら、一つ出品があったので、アメリカの出品者だったかな、違うメーカーですけども、一応購入して入札して購入できて、これからアメリカから送られてくるので6月の真ん中辺には来ると思うんですが、まあ G のレンズは全部中子がごそっと取れる構造体なんで、組み込み自体は楽なんですが、どうも無限が調整が難しいって言って、その出品者もなんか無限を自分で調整したみたいな感じで書いてあって、まあそれはまあデジカメがあるんで、あの無限の調整はできるんで、まあなんとかできるでしょうね。ライトもう今5月の終わりですけども、1月からの本数はだいたい10本ぐらいですね。36枚撮りで換算して10本分ぐらいの枚数を撮っています。途中で切ったりしたんですけど、それも途中切ったりしたやつも合わせていってだいたい10本ぐらい撮ってますね。まあ、日の見櫓はあまり終わらなくなったんで数は少なくなったんですが、相変わらず日の見櫓を撮ると枚数が増えてしまうんで困ったもんなんですが、まあ、それで G の 21mm なんですが全然問題ないし、ただファインダー、まあこの 21mm 全般に言えるんですけど、ファインダーの画角とこれの写ってる画角があんまりにも合ってなくて、あの外付けのビューファインダーをちょっと変え、あの元の純正のG の 21mm のファインダー使ってもそうですし、カールサイツのコシナが作ってるビューファインダーをつけてもそうなんですが、まあ一回りぐらいちょっと多く撮れちゃうんですよね、どうしても。まあトリミングすればちょっといいんでしょうけど、あんまりトリミングで好きじゃないんで、フルフレームで表したいんで、今回の画像も全部フルフレームなんで、ほとんどフルフレームなんですが、まあファインダーで見えてる画角ではないですね。ちょっと大きめに撮れてますけど、コンタクスのレンズはいずれもコントラスト重視のレンズなので、もうモノクロでもカラーでも、カラー特性は特に T コーティングなんで、もうそつなく撮っていけるんでいいですね。ライツのレンズとかは本当にモノクロ用だと思うんで、このアンギュロンでカラーを撮りたいとは全く思いませんね。もうモノクロ専用でアンギュロンは使っています。こっちのビオゴンはカラーでもモノクロでも綺麗に撮りますんで、おすすめですね。なんか最近 ZF、 以前紹介した ZF でこれが一番いいっていう動画を上げたんですが、なんか最近よくアクセスがあって見ていただいてるみたいなんですが、まあ一応とりあえずまだその次ぐらいに
補足説明で言ったと思うんですが、あくまでデジタルカメラに備え付けた場合、いろんな 21mm を使いましたけど、R のアンギュロンでもそうです、 M のアンギュロンは使えるけど使えないんですけど、やっぱりビオゴンのオリジナルの 21mm の 4.5 なんか使うと、あれはもうレンジファインダー用なんで焦点合わせられないですね、ほとんど目測で撮っていうような感じなんですが、この 21mm のビオゴン G マウントのビオゴンは無限近くでもかなりピントが精度がいいんで、かなりとても合わせやすいので、まあ、デジタルの人は 21mm 使うんだったらこれのG の 21mm 秒音をおすすめする意味でも、私はベストワンと言ったんです。なんでもし 21mm がお好きならこれを購入されてはいかがですかね。特にカラーを撮りたい人はカールツァイスの方が全然いいですよ、ライツより。やっぱりこの 21mm をマニュアルで使えるという幸せはありますよね。まあ、次の 45mm のプラナーもマニュアルでぜひ乾燥して使ってみたいと思うんですが、もうこの2本で十分ですけどね。もうこれもすごく 21mm のアンギュロもいいんですが、こいつを使えるのはフィルムの M マウントだけなんですよね。 M5 とかでも多分 CL もそうなんですけど、アンギュロンのここのコマの反対側のこっちですね、お尻側下側に切り欠きがあればシリアル番号で境が決まってるみたいなやつが、まあ、それはあんまり関係なくて、ここに切り欠きがあるかどうかですよね。それは切り欠きがあれば M5 でも使えるんですが、これを使いたい人はやっぱりデジタルでは使えないんで、エルマリートとかなんかライツのレンズありますね、あれを使うしかないんですが、僕エルマリートを使ったことがあるんですが、まあ、あれはまあ別にどうでもいいんですが、アンギロン 21mm はやっぱりアンギロン全てみたいな感じになりますけどね。これを使わずしてライカ使えるかみたいな感じのレンズですけど、これを使うためにはフィルムライカでしか味わえないレンズなので、 21mm はこいつ一択ですよ。やっぱりライカはそれをモノクロで撮るというのが一択ですね。 ZF で使った時に懐の深い ZF でさえ、1メーターぐらいまでしか使えないですからね。それ以上回すとリアが反射板みたいな遮光板みたいなやつが当たりますからね。あれ当たってもいいんだ、当たってへこましてもいいんだったらもう無限まで出してもいいんですけど、確かライカの M デジタルってセンサー前に、保護ガラスがあるらしくて、それが分厚いみたいなんですね。なんでこのアンギロンとか28mm の初期型とかは多分使えないっていうのは多分そのせいなんではないんでしょうか。もうアンギロンが一番リアのレンズが出っ張ってますからね。さすがの ZF でも使えなかったぐらいですから、1メーターぐらいまでしかこいつを使うにはフィルムライカじゃないと使えないということですね。やっぱねアンギロンかっこいいんですよ。めちゃくちゃめちゃくちゃかっこいいんですよ。これは 3.4 ですけどね、11基本ですよ、 21mm は。もう超かっこいいですよ、これでファインダーつけて、ファインダーもちっちゃいのでも大きいのでもいいですけどね、超かっこいいですよ。これ狭いのがぶつくさ文句言ってる人が多いんですけど、どうせこんな絞りなんかあんまり使わないですからね。もう11固定でいいんで、あとパンフォーカスは使わないですからね。パンフォーカスで解像度が甘くなるんで、ピントちゃんとしっかり取れるんで、ね、あとシャッタースピード測ったんですよ、自分で。ホクロンの XA で250と500がちょっと早かったですね。この間点検出しファインダーの修理出した時に調べてみてくれって言ったら、1000と500が早かった、1台早かったっていうのを直してもらったんですが、もう500と250がちょっと早かったですね。もう3分の1ぐらいダー気味切ってましたけど、まあアンダー好きなんでね、モノクロで撮るときは別にいいなと思ったけど、ちょっとそれでもちょっと持ち上げて、今回 21mm はトーンカーブをいじってます。どうしようかな、そのうち点検出してみるけど、これどうせ下側のテンション緩めりゃいいんでしょうけど、S3 は自分で全部やってますけど、ライカ自分でやるのはな、やだなと思って。
壊すの嫌だなと思って、 S3 はもう別に壊れてももう一台部品取り持ってるんで何とでもなるんですが、 S3 もこの間シャッタースピード見て後幕を少し緩めましたね。シャッタースピードが遅かった気がします。ちょっとあの写真の上がり見てあれちょっと明るいなと思ってテンションを後幕を少し上げましたね。まあそれはどうでもいいんですが、うん、もっともっとあのライカを使い込んでみたいと思いますね。まあこれはまだ今年か買って年末に買ってまだこれやっと半年になるかならないかですが、うん、もっと写真を撮ろうかなと思ってますけど、いろいろね写真カメラフィルム持ってるんでローテーションがあるんですが、まあ、今回 21mm はビオゴの中心に使いました。これいいですよ、やっぱりね、いいですよ、やっぱマニュアルで使ってこそですよね。やっぱ G2 の何が嫌いかって、あの AF、 あの当てにならない AF と自動巻きですよね。あれがどうしても自分には合わなかったですね。自動巻きコンタクトの RX とも持ってるんですけど、 RX2 というコンタクト最後の機種なんですけど、多分 RX2 が最後 の機種だと思うんですが、あれも売ろうかなと思ってます。どんどん今カメラを整理しているところです。カメラを整理している理由もちょっとありまして、まあ年なんでね、いろいろ整理しても本当に自分の大事な好きなもんだけ残しとこう、それをちゃんとこう精査して絞って選んどこうっていうの気持ちですね。たくさん持ってるとやっぱりいろいろローテーションしてたくさん使うとなんか疲れてはないけど、あんまり良くねえなと、もっと好きな大事なもんだけ一個に絞って長く使った方がいいな、もうこれから長く使った方がいいなと思ってるんですが、また文句垂れますけど、 GFX、 まあこれしか買えなかったんでこれ買ったもあるし、まあ機種他に別に欲しいものがなかったんで ZF 以降、まあ ZF 前からちょっと気にはなっていたんで買ったんですが、これはやっぱり長く使えんなという気がしてますね。気に入る別として、やっぱこの富士の機種の一番の問題はですね、僕が一番問題してるのはね、やっぱあのフィルムシミュレーションですよね。あれがどうもいらん。フィルムシミュレーションいらん。全然いらん。フィルムシミュレーションって多分色がわからん人、色が見えない人、色を自分の色を持ってない人で、それをどういうふうに加工すればいいか、分からん人が多分ああいう JPEG 取って出しを選ぶんだと思うんですが、僕は悪いんですけど、まあ一応これでも国立の芸術大学の博士課程まで出てるんで、あ、まあ中退ですけど、あ、満期中退ですけど、自分の色が見えるんですね。っていうか自分の色が見えるというよりは自分の色が分かるというか、持ってる自分の表現した色があるんですね。でもそれを逐一こう JPEG で直さなきゃいけない、一応ローとかで撮るんですが、ローがいじくれない、何でしたっけ、いろいろライトルームだとかそういう高いソフトアプリケーション買えばいいんでしょうけど、そこまでデジタルにお金を投資したくないんで、今ああいうアプリケーションも、ね、サブスクリプションになってしまって年間使用料っていうのを払わなきゃいけない、そこまで俺はデジタルやんねえな、まあライトルームはネガでも一応使えるんでしょうけど、ネガは JPEG に出して JPEG で少し色を調整するんで、もうデジタルも JPEG に打診して調整しようかな。今ロー撮ってるのもローでしかアスペクト比を変更できないので、まあ、それで撮ってるようなところもありますから、ローで撮ってるんですけど、ローで撮る意味があんまりないんですね。そのフィルムシミュレーションの中でのスタンダード、プロビアの色が良くなくすぎて、あのスタンダードもっと自然な色でいいんですよね。本当に自分の目は見えるその色が欲しいんですけど、そこから加工したい調整したいんですけど、なんかもうそれもいじくるのめんどくさいなと思って、あの富士の取って出しはどれも使えんな、あのフィルムシミュレーションなんか使えんな、だったらモノクロだけでいいか、モノクロもちょっと違うしなみたいな、そういうのも感じてるんですね。だからフィルムはモノクロで全般基
基本撮ってるんですが、カラーも一応撮りますけど、デジタルはカラー基本でたまモノクロって感じなんで、反対のことをしてるんですね僕。なんでモノクロあんまり使いたくないんで、今回この画像でモノクロ良さそうなやつはモノクロにしましたけど、後でお見せすると思うんですが、画像見ながら解説するのはやめましょう長くなっちゃうんで、あの後で画像だけ後ろに載っけときますけど、とりあえず色気に入らんので、カメラを何台か売りに出したので、まあ、それが買ってもらえればお金貯めた分で、あ、違うやつを買おうかなと思ってます。それでデジタルは終わりにしたいけどね、あ、まあ、かないんですけど、とりあえずもう買うカメラはあと1個しかないぞみたいなところがありますけど、それを買おうと思ったんだけど、あまりにも高すぎて手が出なかったのでこれ買ったっていうのもあるんですけど、うん、あのハッセルブラッドのデジタルカメラが欲しいけど買えなかったんで、 GF よくそう買ったんですけど、でハッセルブラッドもあの例の 907X ですが、あれは別に欲しくないんですね、全く欲しくないんですが、あのレンズハッセルの V システムにつなげるとレンズの焦点距離が変わってしまう、 0.78 倍でしたっけハッセルって、こっち 0.8 倍ですけど、変わってしまうのが嫌いっていうか、あの画角のそのレンズの性能を生かしきれてないものになってしまうんで、それはどうかなと思って、なんであっちの X2D ですか、あれがちょっと気になってて、高いのも気になってて、かなり今売りに出してるカメラが全部売れてもレンズが1本買えるかぐらいなんで、これは厳しいなぁなんて思ってるんですけど、まあ一生の一度だから、なんか貯金崩して買うかでもなぁと思って、今とりあえずはまあカメラが全部売れて、マミヤもマキナも売れば全部いけるカメラとレンズ買えるかなぐらいになりますけど、まだ2つ使いたいですからね。でハッセルに行かなかった一つの原因もレンズが今お取り寄せばっかりですよね、どのレンズも買えないんで、富士みたいですけど買えないんでいつ買えるか分からんのでね、あれが通常買えるような世の中にならないような気がしてるんですけど、まあ今も、売りに出してるものが売れたらちょっと予約しとこうかなと思ってますけどね、お取り寄せのやつを、まあそれで移行したいなと思ってるんで、それがレンズが手に入ればボディの方が手に入りやすいんですね、どこも在庫ありになってますから、まあ、高いカメラなんで、そのカメラ買うんだったら M デジタル買えるじゃねえかみたいな思ってる人がいると思うんですが、私はねライカの M は買いませんよ絶対に、あの全くと言ってると興味ないんでね買いませんけど、まあ、そんなとこですかね。一応バッテリー問題っていうのがありますね、 GFX50R って前の持ち主が1個新品つけてもらったんで2つ純正で電池持ってるんですが、まあ劣化度もゼロなんで、まあまあまだまだ1日2日僕自分の1日撮る量が5撮って100枚もいかないぐらいですね、50枚30枚とかが多いんで、もう1回も切らないこともありますけどね、気に入らない時は。なんで今電池満タンで3回4回持ちますから、でこの間サードパーティー製の2つでいくらってなりますね、3000円ぐらいになりますね、あれ買ってみたら割と使えましたね。今2回使ってこの間のお見せする画像は全部新品で買ったサードパーティー製のバッテリーだったんですが、2回使って、枚数的に何枚だろう、50枚いってないと思うんですけど30枚ぐらいだと思うんですが、まだ電池の減りが1個も減ってないんで、多分今つけたら1個も減ってないですね、50枚取っても1個も減ってないんで、あの大丈夫でしたね、多分結構いい電池でしたね、アマゾンで買ったんですけど、で4つあるんで今その電池もローテーションで使おうかなと思ってて、今のところ問題ないですね、だからサードパーティーでいいんじゃないですかね、当たる外れがあるみたいですけど、やっぱりそんなところで、まあ、GFX の 50R はまだしばらくお金が貯まるまではこれを使ってるんです行こうと思うんです。あと今回ですね、一応こっちで撮りフィルムが切れたらこっちに移行して撮ってたんですが、
広角の癖でもう8とか11で撮ってたんですけど、まあボケ化して 3.5 で撮りゃいいかなと思ったところな、写真もいくつかあってですが、ファインダーで覗いてると後ろボケてるんですけど、撮った画像はかなりまあ8で撮ってるんでビンビンに手前むしろもうあの解像度あるんですけど、ファインダーでボケてて撮った画像がボケてねえってどういうことよみたいな感じのちょっとあれみたいなところもありますけど、まあそんな後ろボケてるのが最近ボケてるのがなんか多いですからね、もう割と風景なんかしっかりピントがあってるの好きですから、カシカシカシッといいんですけど、まあそんなところに知っておきましょうか。あのとりあえず 50R は今しばらく使うつもりで、今年中は多分使うかなと思います。